はい、こんばんは、島津です。サイコブレイク2、前回の続きからです。前回、セオドアのせいでね、何かされたオニールを倒すことに成功しました。で、セオドアがね、別の空間にいる。はい、主様。もちろんです。マシンは正常に作動しています。で、このマシンを壊せとね、オニールが言っていたので、ちょっと見に行きたいと思います。ちょっとこっちからだな、先に。はい、主様。もちろんです。マシンは正常に作動しています。感謝します、セオドア神父様。もったいないお言葉、光栄です。でも彼女は害はありません。彼女は、いえ、絶対に逆らいません。もちろんやります、あなたのためなら。ユキコ、聞こえる？製作室にいるんだ。みんな死んだら許可なんて関係ないだろ。ちょっと来てくれないかな。見せたいものがある。重要なものだ。すまない、ユキコ。でも命令なんだ。ユキコもね、始末するつもりだったんだね。だから危なかったね、セバスチャンが来なかったら。うん、とりあえず機械を壊しに行きましょうか。置くっつってたよね。セオドア・オレスを知ってるんだな。もちろん、採用部門のトップよ。でもステムで何をしているの？目的は？お前の知らないことが起きてるんだ。やつはリリーを欲しがってる。オニールを見ただろう。必要なら誰にでも同じことをするだろう。リリーが手に入るなら、ここを破壊することも厭わない。奴を止めないと。これか、マシンって。なんかただの鏡にしか見えないけどね。これは何？よくわからんが、安定化装置によく似てるな。とにかく、オニールが言った通り、これを壊すとするか。当てもあることだしな。俺だ。セバスチャン、忘れられたかと思ったよ。クッキーの準備はできたか？ああ、早く使いたくてうずうずしてる。よし、ここの座標を送る。でかい銃も頼むぞ。狩りの時間だ。了解、もう向かってる。後で会おう。早いね。あ、セーブしといた方が良かったかも。これはこっちはほとんど終わったよ。準備ができたら声をかけてくれ。お、もう爆発できるみたいだね。の前にちょっとセーブしておきましょうか。そういえばスライドフィルム手に入れましたね。じゃあ見ていこう。あ、ビーコン事件の後か。ギッド、応答してくれ。聞こえてるわ。どうしたの？何が現実か分からなくなる時はないか？普通の人よりはあるわ。あなたほどじゃないだろうけど。初めてステムに入った時はその自覚もなかった。出てからもまだステムの中にいるような気がしていた。何が起きたか伝えようとしても、おかしくなったと思われた。当然だ。俺でも自己防衛のための証言だと思うだろう。そうね。メビウスの人間である私でさえ、ビーコンの後は回復に時間がかかった。ああ、そうなの。ずっとデジャブを見ているような、まだ混乱する時がある。だから今回は入らなかったのか？できれば二度と入りたくない。お前は運がいい。ユニオンにいるとデジャブを見ている夢の中でまたデジャブを見ているような気がする。まともな精神状態で出られればいいが。どんな状態でも帰れればいいわ。精神の無事は保証できない。
ステムにはまだ未知の影響があると思う。後遺症がかなりでかいみたいだね。メビウス側にいる、ね、キッドの方でもまだ症状があるってことだから、まあ、治療しきれてないってことだよね。うん、はい、それではね、戻ってきたので爆破をお願いしましょうか。弾もそこそこ。聞きたいんだが。あ、ユキコのことは知っていたんだ。知らない奴はいないよ。メビウスに入る前必ず彼女のオフィスに通されるからね。信用できるか。前ならできないって言ったかもね。だが組織に見捨てられた以上立場を考え直すだろう。ユキコも閉じ込められた身だ。断言はできないんだな。嫌な奴じゃない。愛想はないけど、ただ人をモルモットみたいに見る奴はどうも苦手でね。これを吹き飛ばしたらどうなるかわからん。そうだね。でも少なくとも先手は打った。リリーから手を引けと言って聞き入れるとも思えない。善悪を解いて納得してくれる相手じゃなさそうだ。見つけ次第殺せってこと。覚悟しとけってことだ。何が起きてもおかしくないからな。悪気はないんだが、なんであんたみたいに賢いやつがメビウスなんかに入ったんだ。陸軍で爆発物を専門にしてたんだが、秘密工作のためにメビウスに出向してね。終わったらすぐ誘われたってわけ。それで簡単に同意したのか。うん、かなり売り込みがうまくてさ。だけど契約の時多くは説明されなかった。まあ胸を張れない仕事もしてきた。でも盲目的に従うしかないんだ。逆らったらマイラに組織から抜けるチャンスがあるって言われた時は迷わなかった。ひどいこともしてきたけど、少しは良心が残ってるからね。うん、もうダメだったんだね、一回入ったら。これで爆破できるのか。余裕だよ。あんたが良ければいつでも行ける。じゃあお願いしようか。いつでもいいぞ。他の部屋の装備品を調べてくる。二人とも頑張ってね。よし、じゃあ行くよ。何が起きるか。ぶっ飛ばし作戦開始まで3、2、1。ぶっ飛ばし作戦、すごい単純な作戦だね。エズメラルダ、大丈夫か。どこ行った。エズメラルダどこだ。いや、後ろに吹き飛んだよね。え、何が。セバスチャン・カスティアヌス、あなたは暗闇に入ることを拒む。私を光のもとに探すのですか。軽率な行動でいつも破滅してきましたね。来なさい、待っています。大事な娘に会いたいでしょ。行きなさい。夢見た全てを確かめる。どういうことだ。リリーいるのか。え、あ、近いね。チャプター12。え、待って、敵がいるな。通信機を使い、どこからリリーの声が聞こえてくるか調査せる。おお、なんだ、なんかダークソウルに、あ、いるな。ダークソウルに近い感覚があるよね、これ。ちょっと待って、回復薬ねえな。火が熱い。オッケーオッケーオッケー。あれ何、奥のなんかちょっとでかいのがいたね。よいしょ。はい、いやなんだあの存在は。いけすぎるだろ。ワンパンでいけるかな。あ、キルできるかね。スニークキルで。いけるか、いけるか、あ、いける、いける、あ、倒せた。
強いかと思ってビクビクしてたけど、そこまで強くなかったね。何匹いたか。じゃあ行こうか。この先にセオドはいいんじゃないかな。はい、あ、連打か。よいしょ、はい、よしよし、はい、全然開く気がないんだけど、開いた。先があるのか。え？三輪車があるよ。なぜこんなとこに三輪車が。敵いないかな。あれ、なんかイベントが発生するかも。あ、リリーのぬいぐるみがあるわ。これだよね。違う、そうじゃない。あなたはしくじり、彼女はなしとした。聞くことを拒む、二人とも失った。そして自分さえ見失った。分かったような口を聞くな。マイラは知っていたのです。願いを叶えるには服従し、組織に入るしかない。信号。どうしてあの時信じてくれなかったの？どうしてあの、あっちか。ワープしたね、どっか。知らんところ。なんか動いてんだけど。歯車か。敵は？ちょ、リロードした。あ、いるいるいる。ロストが何匹だ。わあ、そこそこにいるね。そこそこ、いや違う、そんなにいなかった。待っといて、次頑張る。早く。早く。遅いな。はい、ノー汁いただいて。ショットガンだ。やった、ありがたい。なんだ、なんか油田を掘るがごとく、そういった機械だよねこれ。キャスティ、あ、別に関係がある名前ではなかった。おう、しょ、おい、やべやべやべ。誰か、なんか来た、なんか来てる。あっ、
あ、やっべ、こいつか。なんでお前がいいんだよ。待て、結構いるな。やばい、近接行くよ。そう、ごめんごめん。あんだ。あ、上。なんかここだね。あ、って思ったらけどあんま関係ないやつか。あんなことがあってなお再会を望みますか。ああ、俺はリリーを見つけなければ。わかりました。では来なさい。来なさいっていうことはバトルってことかな。ちょっと待って、バトルかもね。これクラフティングでちょっと作っとこう、回復薬。2個分ぐらい作ってて、まあマインボルトもあるからちょっと大丈夫かな。お、リリーが来た。リリーなのか。本当にリリーか。本当に。え、リリーか。リリー、あれ、ここ一番最初と、そんなデジャブが。リリー、会えましたね、大事な娘さんに。望んでいたことでしょう。パパ、パパのせいよ、助けてくれなかったから。違う、そうじゃない。助けようとした。助けたかった。おっと、よせ、やめろ、やめろ。負けるな、負けるな、セバスチャン。あなたは過去の過ちを繰り返す運命なのです。協力しない限りは。協力するならあなたの望みを叶えましょう。マイラからリリーを奪うのです。私がコアの力を手にすれば、あなたは真に自由になれるでしょう。断る。銃で私は止められません。まだわからないのですか。なんで撃った、セバスチャン。どうして。違う。嘘でしょ。ほら、しっかりしな。退却だ。大丈夫？エズメルダさん。だよね、負傷してるよね。エズメルダさん。やばい。頑張ったか。やつに屈するんじゃない。いいか、
あのクソ野郎に借りを返すんだろ。セバスチャン、どうしたの？大丈夫？働きすぎなのよ。あなたぼーっとしてるわ。マイラ、エズメラルダ、どこに？うちに帰ってきたのか？どうやって？エズメラルダ、大丈夫か？俺もしかしたらさっきちょっと名前間違えてたかもしれない。久々やプレイしたから。あれは多分現実だよね、エズメラルダ撃ったのは。で、それで退却、一人でよく戦えたな、腹撃たれてんのに。あ、家じゃん、リリーの部屋。入れる？入れるね。リリーの部屋、昔のままだ。ずっとこのままだったらよかった。2+3+5=10。正解です、正解です。リリーは賢いな。お、ハーブ？違う、奇妙なシンボル。以前見た覚えがあるが、いつどこで見たかわからない。とりあえずかっこいいからルームに置いておこう。奇妙なシンボルを手に入れました。仕事にばかりかまけてた。昔に戻れたら、家族をもっと大切にするのにな。うわ、これは、お、リリーの絵、今でもこの時の心でいてくれるといいが。ね、今どうなってるかわからない。もう数年経ってるからね。精神では子供の状況だ、だけどさ、ステムの中では大人に、大人じゃねえか。成長してるからね。どうなってるか、うん、あ、消えた。紙があるね。なんだろう、マイラが残した手紙、ファイルに隠されていた。妄想だと決めつけず、信じていれば。最愛のセバスチャンへ。あなたがこの手紙を読んでいるということは、事態は最悪の結末を迎えたのでしょう。それはつまり、私が真相に近づきすぎたということ。そしてあなたには二度と会えないかもしれない。あなたに隠し続けてきたことを許して。でもそれはあなたを守るため。事件の真相から、私の狂気から。私が調べた捜査ファイルのコピーを同封したわ。これがあなたの手に届くことがないように願っている。でももしそうなった時には、あなたに全てを託すわ。お願い、なすべきことを行って、リリーのために、そして私のために。あなたを心から愛している、マイラ。ごめんなさい、セバスチャン。ん？マイラ、あなたはよく耐えたわ。ずっと一人で。俺のせいだ。知らせてくれたのに信じなかった。今度は混乱して幻覚に話しかけてる。失望した。
リリーを火事から救えず家族を失った。それは違うわ、セバスチャン。リリーは火事で死んだりしてない。もう分かってるでしょう。だが守れなかった。仕方ないわ。メビウスは自然の脅威に似てる。あなたは今地震を自分のせいにしてるようなもの。あなたのせいじゃない。自分を責めるのはもうやめてちょうだい。あなたはいい人よ、セバスチャン。だから結婚したんだもの。今度こそリリーを救えるわ。たくさんの困難が待ってるわ。戦い続けるのよ。過去に負けないで。あなたを許す。リリーも許すはず。でも一番大事なのはあなたが自分を許すこと。自分を許す。その通りだ。マイラはいつだって正しかった。セオドアは罪悪感につけ込んでくる。でも俺が何をした。罪を犯したのは奴らだ。俺から全てを奪った。全ては奴らが始めたこと。だが俺が全て終わらせてやる。邪魔する奴は容赦しない。起きて、セバスチャン。ユキコから連絡。ん？どうなってる？ここは由紀子、俺はどうやってここからの離脱。死んでんの？マジかよ。彼女が連れてきてくれたの。ごめんなさい、セバスチャン。助けようとしたんだけど。いや、俺が撃ったせいだ。銃創は深くなかった。化け物との戦いで致命傷を負ったのよ。クソ、こんな最後はふさわしくない。いい兵士だったのに。リリーを救おうとしてくれた。俺のせいだ。俺はまた。違うわ。自分を責めないで。それが狙いなのよ。そうだな、あの野郎。罪悪感を植え付けてくる。だが罪を犯したのは俺じゃない。報いを受けるのは奴の方だ。よし、全て終わらせてやる。セオダを見つけよう。見つけたわ。オニールのマシンを壊したのが効いたみたい。もう隠れようがない。問題はたどり着けるかどうか。どういうことだ？屋外の監視カメラで見つけたんだけど、これを見て。ユニオン中央にセオドアの砦が現れたの。でも巨大な炎の壁で囲まれているのよ。クソ、通れそうにないな。なんとかなるかもしれない。オニールの作業室で役に立ちそうな装置を見つけたの。それはいい、見せてくれ。すぐには使えないわよ。少し手を加えないと。頼むぞ。その付近に
ホテルがあったはずだ。安全を確かめてからホテルの座標を送る。そしたら装置を持ってきてくれ。分かったわ。じゃあ後でね。チャプター13。あー、まさかのエスメラルダさん。マジか。セバスチャンを守るために、いや俺生き残ってほしかった、ほんと。そしてこれが使えるか。すまないエズメラルダ、あんたの死を無駄にはしない。地獄の果てまで追い詰めてやる。アサルトライフル。強力な弾幕を張れるが大量の弾薬を消費する。何ミリかね。 すまない。仇は取る。くっさん、セオドアメ。はい、ということでね、ちょうどいい感じに終わる、いい感じってわけではないけど終われたので、ここまでとしておきます。本日はご視聴にありがとうございました。次回はね、セオドアナの城に攻め入って、まあ、セオドアとのね決戦になるかもしれませんが、よろしかったらねまた見てやってください。ということで、島津でした。失礼させていただきます。